は誰かが飛び込んでくるのかということになるのかな。ゴールの前だ、決まった、3点目。今日2点目の八木下。スタメン起用に応えています。これで前半だけで3対0になりました。カターレドンピシャリ、鮮やかにゴールが決まりました。